FF9 パート31から5にかけてらへんのいずれかをやっていこうと思います。守備一貫、ここがヒルダの言っていた古城なのか。それにしても変わった城だな。なんか逆さ向きにしたような、そうでもない、そうでないような。いや、もっとお前の感性に自信を持って。おい、いっぱいいたのか、こんないたのか。じゃあ3人は俺と城内へ、残りは広大で待機していてくれ。おい、相川ミスターマット、どうしたんだ。俺にはお前の考え方が理解できない。他の者と共に行動しようとするところかな。俺は常に一人で生きてきたし、それを何も疑うことはなかった。ちょっとメガネしよう。でもな、お前見てると、お前のやり方にどうしても納得できない。何が言いたいんだよ。どっちのやり方が正しいのか、はっきりさせたい。いや、その隠密行動するときは一人でいいんだろうけどさ。ここに封印を解く鍵があるという話だな。え、これ相川一人で行けとか言わないよね。ああ、そうだ。それをどちらが先に発見できるかって勝負だ。もちろん俺は一人で行くぜ。え？ミスド、貴様ここまで来て何を買ってな。おっさん黙ってな。しかし、どうしたもんかね、こりゃ。行かせる。じゃあ勝負しよう。いいだろう。何を考えてるかは知らないけど、それがミスドの考えならそれでいいじゃん。じゃあ相川も甘やかすから、ミスドのことを。ミスドがいちいち相川になんか敵対心持ってるからっつって。ふ、物語からいいじゃねえか。分からせたがってるんだよな、相川も。じゃあお先に失礼するぜ。いいのか、相川。まあ仕方ないさ。それがあいつの考え方だろうな。可愛い子には旅をさせろって言うだろ。さあ、俺たちもさっさと行こうぜ。あいつに負けるのも悔しいしな。別に相川に一回負けたくらいで、そんな、ごちゃごちゃ抜かすなって。やっていきたいと思います。今日はちょっと調子悪いんでね。なんか、無理やり撮ってるんで。あんまり、大したことは言わないから見やすいのかもしれない。イプセンの子じゃ、トランスハンティンキー。調子悪いだろ、今ので吐かれただろ。でも宝箱は見つけちゃうんだな。ダガンを手に入れた村正。辛い夜はこのダガンを胸に抱えながら寝ることにする。さて行くぞー。ミスドに負けるなー。あー、モグリちゃん、クモーレ、何がご用クポ。モグネット、なんだか最近お手紙が来なくなったクポ。お手紙来ないかなーが一番。おーっと、宝箱目ざとく発見していく。ミスド、宝箱を取り逃しすぎだ。え、これ取れないんだけど。あ、こっちか。取れそうで取れない宝箱。猫の爪を手に入れた。ソニンセーラー、なんでこの城、断片的なみんなの概念アイテムがあるんだ。それがまず疑問なんですけど。お、ポールダンスしたのか。ミスド見たかったなー。私は下に行きますよ。え、何これ、右側に腎臓みたいな吊るしてある。これなんで、遊戯王カードとか手に入れられるんじゃないか、ここ。まあ2階に帰るんですが、城壁に登るって楽しいよな。え、何ここ。あ、上か。上行ってからじゃないとダメなのか。あれ、帰れなくなった。あれ、帰れなくなった。あれ、あ、帰れなくなったぞ。もう始まっちまってるらしいな、ギミックマップは。あ、こっち帰ってた。上か、上に行くのか。強っ、ギギ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 、クソ、ネズミ返しがついてやがる。とんでもねえ高床式倉庫だ。え、ちょ、ミスドどこ行ったの。ちょ、ミスドのなんか、ミスドパンとかちぎって食ってねえの、ここら辺で。腹ごなしもしなければ相川には勝てない、相川。で、どうすんだこれ。で、お前はどうしたい。なんか近くに水道管とか繋がってないの。なんか千と千尋の神隠しみたいな感じで水道管伝ってなんか下に上みたいな。上行けないんだったらこれ絶対下だよな。やばい、手が手が摩耗、摩擦で削れ落ちていく。むずいなこれ。ここなんだよね、絶対ここなんだけどね。ちょ、村正なんか思いついて。そういうことか。まだまだ私も甘かったらしい。右側に降りる。ブロードソード、これ誰だ。名律、名律のおっさんの概念アイテムだ。あ、これで下につくのか。ジャベリン、ジャベリンってミスドじゃなかったっけ。おお、なんだこれ。ああ、ちょ、この城マジで何も言うことがない。上行っちゃうよー。あー、でもそこに手前に斧があったのに、投げ斧がつくんかい。
ああ遅かったじゃないか。勝負は俺の勝ちだな。いや、道中で開けてきた宝箱ポイントがあるから、加算されていくぞ。そういや、他の連中といるからさっさと動けないんだ、相川。で、封印を解く鍵は見つかったのか。相川は花からミスドと競ってたわけじゃねえ。封印の鍵を見つけるために放ったに過ぎないのだ。多分あの壁がそうなんだろ。調べてみたが細かいことはわかるしね。なんかいろんな、これは、ワールドマップが。まあ俺には関係のない話だけどな。どういうことだ。自分が正しかったと分かればもうお前についていく必要もねえさ。そうか、ミスド今までありがとうな。次に会うときは敵同士かもな。じゃあ、あばよ。アクセサリー置いてってくな。身ぐるみはけは命立。なんて勝手なやつだ。所詮あの程度の男だったのか。それがあいつの生き方なんだろ。だったらそれでいいんじゃないのか。俺たちも先を急ごう。ちょっと、一目で欲しかったんじゃない言うてミスドも。もうちょっと気使ってあげたら。よっと。何か書いてあるぜ。我が力は高き山の熱き場所にて守られる。ああ、やっぱそういう感じか。よっと。これにも何か書いてある。我が力は大地に囲まれし水の底にて守られる。え、潜水艦までこれ手に入れないといけないの？ FF いつもそんな感じだな。船手に入れて潜水艦手に入れてみたいな。よっと。これにも。我が力は幽霊動く地の底にて守られる。え？モグラ？なんだこれ？なんかお供を見つけるみたいな。桃太郎的感覚。取れ取れ。よっと。ということはこれもだな。ちょっと待って。我が力は何人も近づけの強き風の奥にて守られる。あなたの風はどこから？地底から。守られる風から。さあ、取るものも取ったし、さっさと引き上げよう。また相川にしか読めない字が書いてあったの？ああ、そういえばそんな設定あったな。ああ、ウイユベールで見たあの奇妙な文字だ。どうやらヒルダの言ってた通り壁にあったものが封印と関係してるみたいだぜ。まあ細かい話は後だ。今はここを出ることを優先しよう。まあ、来た道か、鏡元に戻せ。誰かそこにいるわ。博士の研究を守る。エネルギー途切れた。寺への大事なエネルギー。あ、寺の邪魔するはお前たちか。なんだこいつ。我が名はダハーカ。もう一度いい鏡戻せ。戻せって言われちゃ戻すわけにはいかねえな。愚かな。では力ずくで奪い取るぞ。ちょっとミスド君、こういうのと戦いたかったんじゃないの？言うて。サロメ的。え？ほら今日調子悪いでしょ。言った通りだ。おばば様の言った通りだ。ダンギバは今日調子悪いって言ってた。まあちょっとね、日によるんだけどね。あんま占いに口答えしたくないんだけどさ。私の占いしたいんだったら調子悪いとか滑舌悪いとか脳梗塞とか言ってきゃ当たるから。ということで、さっさとチャッチャが倒していきたいと思います。別にこんなん積む要素ないからな。ブリザラ使いから。そういうことはつまりこれはファイラーだな。今誰に何が当たったんだ。まあ何も分かりはしないが、迷惑をかける。敵味方単体を迷惑します。昭和頑固親父。妻のお前には迷惑をかけるな、いつも。さて、魔法剣来た。何の魔法剣にしてやろうかな。来た、もうバイオだ。バイオ最強。そういう FF8 で培ってきた経験。そしてここで撃つはたった一つの召喚獣ラム。あとは見るだけ。これスリプルとか撃ってみようかな。でもサンダルとかでいいからな、別に。もう確立されているのだ。2241ダメージなのだ。なんか盗むとかしとくか。相川だけフリー。フリーランス相川。じゃあサンダラ剣とか撃っとくか。来たー、幻獣ラムーだー。裁きの雷よー。1060つくなー。命立とあんこの連携技に負けるのか、ラムー。まあもう追いぼれだからな。全盛期の力は出せないか。そこまで期待してたわけじゃない、そもそも。見えない。見えない。この付箋邪魔だって。あんこでも回復しとくか。盗めなかった。迷惑をかける。村正に言いそう、相川。あなたまた盗賊から足洗ってよ。お前には迷惑をかける。それでもこれが俺のなりわいなんだ。この家を守るためには、こうするしかないんだ。でも、だから、もうこの離婚届に判を押してくれ。私幼い。なんでだ。
あなたが盗賊でも、あなたが盗賊だってそういう性質だってそういう性分だって分かってて結婚したのよ私は。そのために家も出てきた、髪も切った、声が出なくなった時に支えてくれたのはあなたじゃない。それもそうか、お前には迷惑をかける。なんで当たんないんだ。お前には迷惑をかける、物理ダメージの俺じゃもう太刀打ちできない相手だ。バイオのが効くな。アスピルってなんだ、なんかスペインの神。ビビってきた、また連鎖してる、リンゴちゃんで連鎖してる。お、なんかメイリス結構かっこいい剣使ってんじゃない、そのガラスペンみたいな剣。いいな、ブルーオーシャンみたいな色で、あの日見た群青みたいなインク使ってほしいな、メイリスには。でそれでしたためんだろ、モーグリたちにお手紙来ないかなって言ってた。敵味方単体から MP を奪い取ります。ドレイン、グラビレ、グラビレとかコメットいっちゃおう。懐かしいな、コメットとか FF8 以来だわ打つの。あれ9、あ、いや7で打った気もするな。何だっけ、コメットの1個上が何なんだっけ、メテオか、コメテオか、うちが打ってたのコメテオか。お、あんこのコメットが効いてコメットちゃんダメージしか入んなかった。回復しちゃってるかな、硬いぞ。なんだ今のブリムシの電、光電、光電、ブリムシ光電が届いた。いいですよ、わざわざ。そのお気遣いなく、お構いなくどうぞ、ブリムシ殿下。69。あー、やっぱこれ魔法で倒してく系なのか。相川どうする、暇になっちゃったね。そういう時あるよね、いっぱい人はいるはずなのになぜか自分だけすごい暇な時あるよ。気持ちわかるよ。だらだらだらしてんじゃねえよ。じゃあこれミスドの乱入あるんじゃないか。やはり世話の焼ける男だ相川、俺がいなくなった途端にその手たらくか。ミスド、でもお前も物理ダメージ属性だからこの敵には攻撃が通らないけど、そんなもの関係あるか、俺には物理ダメージよりも大切なもの。え、ファイラ剣強っ、ファイラじゃんか、やっぱファイラで攻めるわ。ミスド帰っていいぞ、もう突破口が見えた。ふん、都合のいい男だ。俺をそんな顎で使うのはお前くらいのものだぞ相川。ミスドのキャラ分かんないんだけど、あいつ結局なんなん、急に来たり急に帰ったり、相川のこと認めたり認めなかったり、ドキドキする、上げて下げたりされてドキドキしちゃうよ相川が。あんこといい相川といい、なぜたぶらかされるんだこんなにもいろんなやつに。あんこはな、みんなからのな、寵愛を受けているからな。勝ったぽよー。はなかむはなかむ。ケーキ漬けにはなかむから待って。勝ったぞー。この厳しい戦いを生き抜いたぞー。一つはすべて、すべては一つな。イコールでつなげんな。お前たちに封印解けない。おでん。なんだっけ、縮小されて、圧縮されて消えてった。深海に沈んでった、急に。これね。まあいいですわ。なんか買ったっぽいんで、終わりですね。この城は。さて、次はどこに行こうかな。ミスドはもう立ちはだからなくていいんか。ちょっと、急にミスドのこと気になってきた。何か怪しいな。怪しいって言って立ち去る奴がいるか。どん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 突っ込んでいけ、調べてみる。これは何が起きてる絵なの？押してみる。まあちょっとここくぼんでる感じはあるよ。叩いてみる。いげいげ、このブラウン管ぶっ壊せ。 NHK です、 NHK の集金に来ました。考えてみる。なんだこの相川のいろんなモーションを拝見できる。調べてみる。え、なんだこの相川の知的好奇心をくすぐる壁は。まあ叩いとくか。こうミスドがこもっちゃったんじゃないの、これアマテラス大神なんじゃないの。もういいわ。じゃあいいよ、もう一生そんな穴蔵で暮らしてればいいじゃん。ミスドなんかもう知らない、パーティーに入れてって言っても入れてあげないんだからね。上行くか。ちょっとこれね違うんだよね、あのはしごを登ろうと思ってこの角度の左入力するとね降りちゃうんだよ。これ上入力しても降りるぞこいつ。
右入力でも降りる。だから右入力したついでにその穴に、穴に吸い込まれる。下下がろう。でここで左行きゃいいのか。降りる。あ、右に降りちゃうのか。もうやれることないけどな。あ、宝箱を取れるというロット。あんこここ。なんでこんな初期装備手に入るの急に。君が教えてくれた大切。マジで何なの？うちはさっきから何を拾っているんだ。実体のないものを拾っている。あ、待って、あんこ強くなれるじゃん。あんこもっと強くなれるよ。リフレクトリングとか別に使わないから。芝とかいる？芝とかつけようか。ついでに村正に応援いらねえだろ。一番自分が使ってたのが、あれ、バハムート強いらしいけど、まあ、別に召喚いらないだろ。攻撃の手段がないっていうのは、いかがなものか。まあ、なんでもいいわ。結局ね、最後はなんでもいいから。レベルで、あ、でもレベル40にしかなってないの？あれ、50くらいまで上げなかったっけ？途中で眠くなってやめたんだっけな。まあ、明日行くか。そんなことより。これ、城出ていいの？城出ちゃうけど。降りるか。上か。これ上行ったら、下か。上行ったら下か。上は下なり。下は上なり。こっちか。ん？ね、これ。おい、私がそんな簡単に帰れると思うなよ。これで？左降りて、上登って、左じゃないのこれ。左行って、え？ん？カットはもちろんするんですけど、帰れるかどうかは約束できない。あ、わかった！これ一番上まで行くんだ、階段で。帰れないかも。やばい、これマジで帰れないかも。ごめんなさい。もう出れないかも、この城から。同じとこ行ったり来たりしてる、ずっと。突破口見えたり。帰るか。帰れるかな。オッケー。来た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 。吐かれた帰れた。危ねえ。おー、水の思う壺だ。おー、大丈夫か。あ、落とし穴だ。これ、水戸入っちゃったんじゃないのこれ。いきなり穴が開くんだもん。びっくりしちゃったよ。最初に来た時には何もなかったのに。そういう仕掛けなのね。まあ、とにかく無事でよかったぜ。さあ、行こう。外でみんなが待ってるぜ。なんて言っちゃって、これ。この穴も本当に何だったの？いいのか、これ。なんか赤い縮れ毛が落ちてないか、そこら辺。ああ言わんこっちゃなーい。あ、ここに穴繋がってるんだ。あ、別にこれくらいだったらまあ、強制戦闘とかじゃない限りは。なんかまた穴置いてあったな。あ、ないかわ。宝箱に目がくらんだやつはあそこで没収と食らえっていう、そういうシステムだったな。その点ミスドは大丈夫だな。宝箱全無償男だから。いやあ、待たせたな。この勝負、相川の勝ちじゃな。え？あいつ先に出てきたんじゃないのか？え、嘘？ま、やっぱり。あいつ先に待ってて、俺の勝ちだって勝ち怒ってたぞ。んで、あばよとか言ってどっか行っちまったぜ。ひょっとして中でもたついてるんじゃないだろうな。やっぱ閉じこもってんじゃねえのか、あいつ壁の中に。ここで待っててくれ。ちょっと探しに行ってくる。おー、でもやっぱ、相川は義の男だ。一人で行くんですか？相川さん。こういう時は相川一人って決まってんだ。もうミスドもうたまんないだろ。一人でどうこう、ああだこうだとか言っといて。一人で行って一人で穴に落ちて閉じ込められて。最後、相川が一人で助けに来てくれて。嬉しいって、誰だ！いや、ミスドだろ。宝箱の中入っちまったが。乙女の祈り。可愛いとこあんじゃねえか、ミスド。出れない。宝箱に挟まった。これどうやって降りんだ？これどうやって降りんだ？よいしょと。どこ行っちまったんだよ、ミスド。誰かそこにいるのか？打ち上げられてる。ミスドが。お前どうしたんだ？
それは俺のセリフだ。次は敵同士かもって言ったはずだぜ。それとも俺を嘲笑いに来たのか。妙なこと思いつくやつだな。外に出たらお前がまだだって言うから探しに来ただけじゃないか。俺はもうお前たちとは関係ないはずだ。一度契りを結んだのであれば仲間よ。それに他人のために行動することが何かお前のためになるのか。俺にはわからないぜ、お前の考え方が。お前何言ってんだ。そんなもん当たり前じゃないか。お前は今身をもって知ったじゃないか。一人で行動してこんな目にあった時に助けてくれるのは仲間なんだぞ。当たり前。自分の身を危険にさらしてでも俺を探しに来ることがか。ここで眠りこけてたわけじゃないんだろ、さすがに。お前が何をどう考えてるか知らないけど、俺たちここまで何度も助け合ってきたじゃないか。それが仲間ってもんだろ。少なくとも俺はお前を仲間だと思ってるぜ。よかったな、ミスド。こういう友達って大人になってから会えないからね。お前26歳か。それに一度そう思ったら、そう簡単には自分の考え方を都合よく変えられない性分なんでね。仲間？それが仲間なのか。そんなもんだろ。さあ、こんなところで無駄話してる場合じゃないぞ。さっさとこっから出ようぜ。手と手を取り合って。おーっと、水いらず。まあ、ミスド。レベル低いな。そりゃ落とし穴はまるかな、こんなやつ。なんか大体分かってきた、ミスドのこと。ミスド可愛いやつだな。可愛がってやりたいな、これ。命率アウトにしようかな。飛び降りるとかもあるんだ。ミスドの家行きてえな、今度。少しどちらかってるが、ベッドに、あやかお前ならベッドに座っていいぞ。え大体の人って嫌なんじゃないの。みんな聞いてくれ。え、この城の中で得た情報をここでもう一度整理しておこう。よし、あやかの古城塾始まった。古城の最上部の部屋には世界地図のような壁画があって、そこには4種類の鏡がはめられていたんだ。これね、それぞれの鏡には俺にしか読めない例の文字でこんなことが書いてあった。我が力は揺れ動く地の底にて守られる。我が力は何人とも近づけぬ強き風の奥にて守られる。すごい風に煽られてる。我が力は高き山の熱き場所にて守られる。なんかゲーセンとかになんかこういうポケモンのゲームありましたよね。なんかカード出すみたいなやつで、ポケモンのこんなチップもらって、これフィールドに置いてこう動かしたりみたいな。ね。あったでしょ？間違ったこと言って。それぞれの鏡が示す場所には封印を解くための何かがあるはずだ。でしょうね。そしてその部屋にいたモンスターは最後にこう言った。一つはすべて、すべては一つ。つまりこの4つの場所には何かつながりがあるんだろう。察するね。ということでした。ねえ、相川、それでどうするの？一つずつ攻略していくわけではないんでしょ。え？一つはすべて、すべては一つ。つまり、すべてを一度に攻略する。いつもみたいにみんなで一緒に行くんじゃないの？ああ、4箇所を同時に攻略するのさ。2人ずつ下ろしていって同時に封印を解く。あ、ねえねえ、だったらソニー、セーラーは最初に村正と行く。ダメだ、回復係は2人で行っちゃダメだ。へえ、なんでまた。デリーファーストって言うでしょ。それに村正と女同士の話があるの。他の男どもが死に絶えてもいいのか。で村正はいいのか。それは構わないけど、まずはどこに向かうの。私がめちゃくちゃ構うからどこにも行かないでくれ。そうだな、ここから一番近いところといえば、ここからすぐ南でにみみぼんじょむにみにみに。なんだお前、聞いてたのか。伊達に船乗りはやっておりません。地理と記憶力には自信があるのです。だが力は大地に囲まれし、水の底にて守られる。おそらくは水に関係あるであろう。そのポイントが最初の攻略の目的地によろしかろうと思います。そうか、ありがとう、助かって。はっ、次回攻略ポイントお忘れの際は自分にお聞きください。また新たな敵が出てくるかもしれませんので、装備の確認も忘れなく。あんま堅苦しく喋ってるったら大工さんみたいになるから、まあ気楽にな。おい、よーし、それじゃあエリン行こうか。はい、出発します。え、2人ずつとか言ってた話はどうなったの。ミスド、お前可愛いやつだから連れてってやるよ。でな、よくわかんないんで、こんな感じの変なメンバーで行ってみたいと思います。待って、これあんこ剣が使えない命律なんて、もう牙を抜かれてんのと、ちょっと命律やめて、降りて、この船から降りて一回。お前セーブどこやんだっけ。一体どういうことなのかしら、わからないね。じゃあセーブしたいな。あ、こっちあるんだ。これ誰が乗ってるの。誰もいやしないのだ。
アルフィーがいるのだ。エンジンに異常ありません。相川、そろそろ私の出番あるな。私は食べれば食べるほどいろいろ覚えられる。せっかく飛行機、飛空艇乗ってるあるから、世界中あちこち食べ歩きもいいやるな。いや、あるねのあの、デバフじゃなくてバフ強いんだよ。あら、かわいい。このような飛空艇技術があれば、ブルメーシアはもっと栄えていただろうか。それともさらに戦乱に巻き込まれただろうか。風車っていいよね。僕とガイの苦手だけど風車は好きだよ。含みがある。あーごめん、なんでお前捕らえられてるんだこんなところに。うん、別の世界を探すために世界中を回ることになるとは。確かに言われてみりゃそうじゃないか。これ なんていう部分なのこれ。機関部。ミスド君でも日当たりのいいとこにいてよかった。日陰にいると気が滅入っちゃうからね。明るいとこにいなね。鍵がかかっていて開かない。ミスドお前しくった。鈴鹿御前とビビちゃんがここにいるんだ。初めて呼んだ。私の本当の名前はビビネフエフタル。どこ？セーブボコボコ。